すげえ。お疲れ様です。皆さん、この寒さどうお過ごしですかと、この前の動画で言いましたね。本当寒いね今日は。ちょっと屋久島雪降ってたからね、昨日とというね。あ、山にちょっと通行止め。屋久島も雪が降るんですよ、山に。スタジオとアスピーのお料理チャンネルのお時間がやってまいりました。グダグダやね今日は。東京からちゃんこ鍋の部屋の人が来てます。何を言ってるね。今日何作るの？つくねバーグを。つくねバーグ作ります。あー、つくね美味しいよね。一から作るのね。一から順に。じゃあ、今日はつくねバーグを頑張って作っていきましょう。レッツクッキー。皆さんの押し入れの中にこういう機械が眠ってませんか？多分一家に一台あると思います。これがミンサーという機械ですね。ガタオさんも持ってます。じゃあ早速やっていきましょう。ここでいいの？全部お前が押し込む。押し込む中に入れる。棒で。味噌を差し入れましょう。味噌差し入れは大丈夫です。ちびって白味噌とか和菓子味噌とか赤味噌以外大さじ4入れましょう。酒も入ります。大さじ4。ニンニクを追加します。塩が絞り汁を入れます。絞りましょう。
手手に油を引きましょう。油を塗って、はい、取りましょう。そのいい見て、この手さばき慣れてるでしょ。お手手が大きくあるから焼き焼き蓋を閉めましょう。無邪気にしていいですね。いただきます。はい、本当だ。どうチキンバーグ、タレなしで。タレなしで、タレなしです。いいよ、タレなし。うん、うまっ。ジューシーでは待って、まあ、食レポ何回目よ。ワイズガレージのユージさんはよくそれを食べてるけど、ここに来たタレを本当はかけて食べたいけど、あえてどうぞ。ここにご飯が欲しい、焼酎が欲しい、ビールが欲しい、何つくらうん、どうでしょう。美味しい、ご飯が食べたい。ご飯を食べたい。美味しい、めっちゃうまい。皆さん作ってください。みんさ、多分皆さんのお家の押し入れに眠ってますよ。これ家にあるんですか。みんなあるよ、みんな持ってるよ。持ってる、だってガトーさん持ってる。建設会社の社長からまで、重機とかすごい持ってる、後ろに映ってる。どうしよう、私止めないと全部食べちゃう。はい、ありがとうございました。登録よろしく。はい。